アリの巣の食料備蓄システムは非常に洗練されており、効率的な運用がされています。今回はその主な特徴について一緒に考えていきましょう。1、分散した備蓄庫。アリの巣内には分散した備蓄庫が複数あります。これによって食料が一つの場所に集中せず、リスクの分散と効率の向上が図られています。2、食料の種類ごとの専用庫。巣内の庫は食料の種類ごとに分かれています。例えば、種子や葉っぱ、獲物などがそれぞれ専用の庫に収納され、管理が容易になっています。3、温度と湿度の制御。備蓄庫内では温度と湿度が適切に制御され、食料が腐敗しにくい状態が維持されています。アリたちは環境に合わせて庫の管理を行っています。4. 女王アリの役割。女王アリは食料備蓄の計画立案と管理において中心的な役割を果たしています。女王アリの指導のもと、アリたちは優れた協力体制を築き上げています。5. 備蓄の定期的な見直し。アリたちは食料の備蓄を定期的に見直し、新しい食料の備蓄が必要な場合は迅速に対応しています。これによって常に十分な備蓄が確保されています。これらの要素が組み合わさり、アリたちの巣内では効果的で持続可能な食料備蓄システムが構築されています。女王アリのリーダーシップとアリたちの協力によって変動する自然環境にも対応できるよう工夫されているのです。分散した備蓄庫はアリの巣内で食料を保管するために複数の場所に分けて配置された備蓄庫のことを指します。このシステムは効率性やリスクの分散を向上させるために採用されています。1、効率の向上。分散した備蓄庫は、アリたちが食料を集めるエリアに近い場所に配置されることがあります。これにより、アリたちは巣から遠く離れることなく、より迅速に食料を備蓄庫に運ぶことができます。2、リスクの分散。単一の備蓄庫にすべての食料を集中させると、それが危険にさらされた場合、例えば天候の影響や捕食者の侵入など、アリたちの生存が脅かされる可能性が高まります。分散した備蓄庫は、これらのリスクに対する保険として機能し、巣全体の安定性を確保します。3、特定の食料の需要に対応。分散した備蓄庫は異なるエリアで特定の種類の食料が需要とされている場合に対応できます。例えば、特定のコア種子を別の子は獲物を備蓄するように配置され、アリたちは必要に応じて適切な子に食料を集めます。分散した備蓄庫はアリたちが食料を収集し、備蓄する際に効果的であり、アリの巣全体の持続可能な運営を支えています。食料の種類ごとの専用庫はアリの巣内で、異なる種類の食料を分類し、それぞれに特化した庫に収納する仕組みです。このシステムにはいくつかの利点があります。1、管理の容易性。食料が種類ごとに分類されることで、アリたちの管理が容易になります。例えば、必要な食料を迅速に見つけ、庫から取り出すことができます。2、
食料の保管条件、種子や葉っぱ、獲物など、それぞれの食料は異なる保存条件が必要です。専用庫を使用することで、各庫の環境条件を特定の食料に合わせることができ、食料の新鮮さや品質を維持できます。3、特定の任務への適用。アリたちは特定の任務に従事する個体がいます。例えば、種子を集めるアリ、葉っぱを運ぶアリ、狩りをするアリなどがいます。食料の種類ごとの専用庫は、各アリの得意分野に合わせて食料の備蓄を行うのに役立ちます。4. 効率的な協力体制。アリたちが特定の任務に特化することで、効率的な協力体制が築かれます。各アリが専用庫に収納された食料を効率的に取り扱うことで、全体の生産性が向上します。食料の種類ごとの専用庫は、アリたちが持続可能で効果的な食料備蓄を実現するための重要な要素となっています。温度と湿度の制御が備蓄庫内で重要な役割を果たしています。アリたちは巣内の環境を適切に管理することで食料が腐敗しにくく、備蓄が持続可能な状態を保つことができます。1、温度の調整。アリたちは備蓄庫内の温度を調整し、特定の食料に最適な保存温度を維持します。例えば、種子や果物は一定の温度で保存されることで新鮮さを維持しやすくなります。2、湿度の管理。湿度は食料の保存に影響を与える重要な要素です。アリたちは湿度を調整して食料が湿気を帯びすぎないようにし、かつ適度な湿度が保たれるように工夫します。これにより食料が腐敗しにくくなります。3、季節や気象条件への対応。アリたちは季節や気象条件の変化に対応して備蓄庫内の温度と湿度を適切に調整します。例えば、雨季に湿度が高まる場合や寒冷な冬に備えて食料が最適な状態で保存されるようにします。4、庫の通気性。適切な通気性も考慮されています。通気性が確保されることで、新鮮な空気が備蓄庫内に流れ込み、食料の腐敗を防ぎます。アリたちの温度と湿度の制御は、食料の質を維持し、備蓄庫内での効率的な管理を可能にします。これにより、アリたちは長期間にわたって安定した食料供給を確保できます。Thank you.